郡山市では待ちに待った新米の収穫が始まっています。郡山市三保田町の安藤義幸さんが管理する田んぼでは新米のコシヒカリの収穫が始まりました。米の消費拡大などのさまざまな要因で今全国的に米不足が問題となっていますが、安藤さんのもとにも米の在庫について毎日問い合わせがあるといいます。今年の米は出来がよく順調に育っているということです。新米も出てきて、これからだんだん供給されていくと思うので、落ち着いて購入にしてくれればいいかなと思います。収穫された米は早ければ来週から販売を開始する予定です。